いいですね。なに？あ？あ？あら、マイクこっち向いとったんよ。マイク入れようじゃないの？あ、ギター珍しいね。もう喋ったらいかんって言うたんや、黙っとる。それもドレミファソラシドって出るわけでしょ。いや、また違うな。ちょっと違う。あ、そう。の音はよと入れる。あら、まあ、よじゃないな、それ。ん、おばあちゃんの声取りよと。うん、別に。あ、そう、音と一緒に。そうそうそう。あ、そうね。なら喋っていいんやないの。お母さんに喋るなって言うだけ喋っていかんとやだと思って。お、なんか歌は入れてごらんよ。いや、歌ってよ。何歌う？お母さんが笑いよ。氷川君のずんどこ節歌おうや。ねえ。そのギターに合うように歌は出らんよ。ねえ。そっち向けとかんと、そのあれが入らないんじゃないの、音が、うん、入ってる。正信さんが好きだったのは、何の歌やったかな、あれはよう弾きよったけどね、知った歌のあったとよ。あなた知らん？正信さんがギター弾きよったと。知らん。知らない。そしたら、あのライブとかなんとか行った時はこんなとね、前でするわけ。いや、あれは普通のマイクでしょ。マイクと使わない。あ、使わない。マイクなしでね。で合わせると合わんよね。おばあちゃんのこと、ずんどこ節がよかろうなんて言ったってね。いや、ずんどこ節でいい。ずんどこ節を歌ってずんどこ節でいいよ。ずんどこ節どうやったかいね。この曲に合わせてずんどこ節を。ああ、それはちょっと難しい。に合うような歌って言ったらちょっとね、ずんどこ節がやったかいね。
さあ出てこんって、あの歌おうとしたら出てこんね、やっぱりね。ずんどこぶしじゃなくてもいい。ずんどこぶしじゃなくて、歌はおばあちゃん歌はあんまり知らんもんね。私が母はね、よう歌が好きだったからね、うん、歌歌ってるのがあのテープに取っておくのあるよ。本当？うん。まだある？ある。ああ。うん。聞かせて。うん。送ってる。そう、あのみんなでね、誕生日の時にね、うん、あの入れたとか、お父さんの声も、まあ、少しずつやけどね、うん、もうまだ正明君と美子ちゃんが小さい時、誰かの誕生日の時にね、入れたのが、テープが一つか二つか少しずつやけど入ってる、うん、はい、やっぱ取っとってよかったなと思ってね、うん、あるよ。まだもうね、たくさんは喋っとらんけどね、うん、やっぱ、うん、かけたらいいよ。行きたいの、が一番好きでね、氷川くんの歌でだいたいあんまでね、あんまりなんていう言葉がこれ入れよったら後で聞いたらおかしいよね。氷川くん全部持ってるんだっけ？持ってるよ全部、うん、もうだいぶね、いろいろ歌歌ってあるからね、おい、追っかけ音次郎さん、それから、なんだか、あら、一番最初歌ったとは、音次郎さんやったね。音次郎さんから、おい、追っかけ音次郎やったろ。それから、ずんどこぶしで、それから、星の歌、あれはなんて、なんとかの、まあもう忘れようよね、やっぱなんとかの、まあ、星空の秋子、それから白雲の城、それにあの裏に歌ってあるからね、もう十曲以上歌ってある、それ全部覚えてない。白雲の城はね、全部1番から3番まで覚えとったけど、うん、最近歌わないから、うん、氷川くんが歌わない、うん、いや氷川くんも歌いやんしやよ、私があんまり結構しないから、うんうん、ゆうくんはやっぱ優しいけんやろね、あのそんなと弾くともおとなしい音色のね、優しく弾くね、うん、ライブの時はまた違うでしょ。いや、今日あんまり変わんない。まあそう。おとなしい。これぐらいしかできないから。音符見て弾くってありやないわけね。音を出してね。それ一本もあの終わるとはどのくらい時間かかるの？一
1時間。あ、1時間。早く歌いなさい。歌いなさい言うてもできる、ほんとよ。まだ高いんですか、この始まり。歌これは参加しないから。発音の人に聞いたって知らないねえ。発音の人は一番の音かよな。年寄りの人のね、あれに出てあるわけ、のど自慢に、昼のね、12時からの、のど自慢に出てね、この箱根八時の半次郎さんやらね、よう歌われるよ、もう80も90ものおばあさん歌わしちゃう。氷川くんと一緒におばあちゃん。いえいえ、一人で。ああ、氷川くんは出ない。うん。ほいで、氷川くんが出とんしゃときも、あれで。ゲストで出てある時があるわけ。そしたら氷川くんが喜んでね、おばあちゃんに抱きついてさ、よかったよって言って抱きついてね、氷川くんが優しいでしょ。あそこがおばあちゃん好きなのよ。箱根八時の半次郎さんはね、回しだったのさ、あ、ちょっと節が出てたもん。時言ったとに、なんかいらんおしゃべりばっかりしてもったいないね、時間がね。無法松の一生はおばあちゃん好きやった。これは村田秀夫さんのね、それを村田秀夫さん、これは好きだったの。空見響いたあの音は叩く太鼓の磯にお母さんが聴きやろう歌ってから歌うね。
やっぱなかなか歌わないよ。これ好きだ。これはね、おばあちゃんね、シャムシャン稽古してシャムシャム弾きりよったと。うん、シャムシャン弾きよったよ。それが、まあ、俺にしては これがね、一番始まる歌で新人賞もらえんしょ、うん、あの子尋ねて言うとはI'm not the same.
宝珠丸ビルに見にてどんと一駅下ります。そこが初恋有楽町、いつもあの子と会った街。ところが会った街、ところが世間はままならずかね。別れの西東、どこであの子は泣いてやだって言ったら、あの子訪ねてやる。これは有楽町とかいろいろ入っておきます。声ばっかりとか入りようよ、それね、うん、後で消しとって消さないよそれ鳥音でしょ、あなた、うん、鳥音、うん、あ、楽しかった楽しかったよかった、うん、楽しかった、うん。Thank you.
Thank you.